はいえー、皆さん、こんにちは、サイオステクノロジーの原と申します。本日はあのミュートアップに参加いただきまして、ありがとうございます。えー、こちら、エンジン X をもっと知ろうというところで、皆さんにですねもっとエンジン X をまあ知っていただいて、さらにまあエンジン X プラスのえーまあロードバランサー機能のところをですね深く知っていただく場というところで、今回、このようなタイトルにさせていただきました。 またです、ね、エンティングスコミュニティ版を使っていらっしゃるお客様もです、ね、ぜひエンティングスプラスをです、ねまあ、この機会にもっと知っていただいて、もうどんどんファンになっていただければと思いまして、えー、このセッションのタイトルとさせていただきました。えー、あ質問を合わせて50分の時間ではございますけれども、どうかご清聴いただきますようよろしくお願いいたします。 はい、目次になります。まずはじめにですね。ま、ウェブアプリケーションの取り巻く環境というところで、まどのような形でまエンジェックスプラスがまウェブアプリケーションに対して恩恵を受けているかというま環境の背景からまず説明させていただければと思います。で、次にですね。あのエンジェックスプラスのソフトウェアロードバランサーの概要ですね。あとはあ機能というところをですね。あのコミュニティ版と比較して ご紹介させていただければと思います。あとはあの事例もこちら、のまあエンタープライズ企業向けさんのえ事例も交えて紹介させていただきます。で次にあの統合管理ツール、NGX コントローラーとございますが、こちら、の先月、7月末にですねあの正式版リリースされたものになりまして、NGX プラスのインスタンスを GUI ベースでえー管理する、え。ー プロダクトとなっておりますので、こちらも併せて紹介させてください。でえー、次にですね、あの n g ンジン x Inc のソリューションアーキテクトであります、あのアダン・マーフィーさんからですね、あの2日前にリリースされましたエ n g ン x プラスの R16 の情報ですね、こちらも、えー、とビデオレーターとしていただきましたのであの、紹介させていただければと思います。で最後に Q&A という形で、えー、本日は進めさせていただきます。 はい、まずはウェブアプリケーションを取り巻く環境というところになりますが現在ではウェブアプリケーションはです、ね、実際にです、ね、オンプレで稼働されるというよりかはクラウド環境を使ってウェブアプリケーションを稼働しかつリクエストを負荷分散させていくという環境になっています。 クラウドといいましても、まあ、プライベートクラウドパブリッククラウドとございますが、まあ、実際に今ウェブアプリケーションでまあ稼働させるというまあところで今年、まあえー、流行となっていますのがマルチクラウドという選択肢ですで。マルチクラウドといいますのがおのおののクラウドプロバイダーのサービス特徴をです、ね、あの捉えまして、まあ、自社に適したパブリッククラウドを組み合わせて、まあ、サービス導入運用するというようなクラウド環境 になります実際に有名でありますところで言いますと AWS ですとか GCP ・ Google クラウドプラットフォームで Azure という形がございますで例えば AWS ですと S3 のストレージサービス機能が拡充してましてリージョンも多いのでバックアップ機能として AWS を使うですとかあと GCP ですとやはり機械学習ですとか あと分析といったところで GCP を選ばれる企業さんとかいらっしゃいます。で、Azure ですと、まあ、アクティブディレクトリの機能ですとか、あと Office365 ですね。そういったあの、取捨選択できるような自由なクラウド環境を選んで、えー、構築自社、自社に適した構築をするというような環境を、まあ、マルチクラウドと呼んでいます。で、このマルチクラウドがまあ実際にまあ導入されているまあエンタープライズ企業様で、どのような環、ま、境、あえー ベネフィットを感じているかというところが次のページになります。実際にですね、マルチクラウド利用調査というところで結果として見てみますと、やはりあのコスト削減というところで、あのまあ54%の企業様が経費削減に寄与しているというふうに感じておられます。 でさらにまあアプリケーションの最適化ですね、一つのまあクラウドプロバイダーのまあアプリケーションサービスを使っていたとしても、やはりこういろんなパブリッククラウドのサービスを使うことによって、あの自由にまあえ最適化、アプリケーションを最適化することができたという意見もございます。でさらに、クラウド環境を使っていただくと、まあ、実際に冗長性というところも担保される、まあ、可用性がすごい上がったという意見もまあ40%あると。 いいう結果になっていますでしかし、このマルチクラウドを導入されている企業様でも、まだ現状はですね従来の,あのアプリケーションのデリバリーするサービスというのが残っております。といいますのも、ファシリティの保有というところで、まだ自社のデータセンターで、まだハードウェアのえアプライアンスを使ってますよというのが45%。であとはその マルチクラウドでまあ冗長性が担保されているけどもまあダウンタイムがまだ発生しますよっていうところで半数でさらにまあエラーが発生しやすいとあのマルチクラウドは導入しているもののまだまだこうシステムがダウンしてかつえカスタムスクリプトで管理しているのでまあエラーが発生しやすいという意見もありますまあこういった背景から実際にまあハードウェアのえ アプリケーション道路バランサーというところではまだまだ課題が山積みであるというところになります。まあ、ここで言いますとやはり90%ぐらいの方がですねそのハードウェアの道路バランサーというところで不荷分散の機能はですねまあ基本的なものしか使っていないですとかあとハードウェアもまだまだ1台から50台も 存在している企業組織もあるというふうな意見もあります。で、かつまあハードウェアですので、やはりあの計画立ててあの導入を進めていこうにしても、まだまだそのあの事業規模を拡大しようとしたところで、まあちょっと容量が足りなくなったりとか、まあ不十分なちょっと容量計画になりがちだというところがまあ50%ございます。まあこういったところで言いますと、やはりあのハードウェアっていう動、え、ド、ー、バランサー ですとかそういう機器っていうところではなかなかあのコストの削減につながらないですとかあとスケーラビリティというところではえなかなか乏しい部分がございますでそういった中でやはりまあマルチクラウドを導入いただいているからこそまああの濃度バランサーですとかえアプリケーションをデリバリーする仕組みっていうのはやはりソフトウェアに革新していかないといけないっていうところになりますですとねまあこういったえソフトウェア というところで、まああの、どんどんとです、ね、ソフトウェアドードバランサーという、えー、世界にだんだんと革新してきておりますやはりあのソフトウェアのドードバランサーならではこその特徴がございますやはりあの俊敏性というところが、えー、まず一つの特徴です実際にまああのハードウェアに依存せずに CUI ベースでまあ設定を自動化してまあアンシブルを組み合わせての自動化ですとかあとまあ プログラマブルな迅速デプロイというところもですねあのハードウェアと比べましても高速にすることができます。あとはそのスケーラビリティというところではまさしくあのハードウェアに依存する部分ではございますのでソフトウェアのドードバランサーを稼働いただくことによってまあのクラウド要件とかアプリケーションを加味していただくことでまあの柔軟に機能を拡張したりですとか容量とかパフォーマンスの拡張というところが可能となります。 さらに、まあ、あの一番の特徴といってもいいと思いますけども、もマルチプラットフォームの対応というところですね、あのプラえー、とハードウェアというところでは、やはりあの環境によってあの導入できないというところもあるかと思うんですけども、もソフトウェアですと、やはり柔軟に、えー、プラットフォームに対応することができます、まあ、例えばプライベートクラウドですとか、パブリッククラウド、まあ、さらにはまあコンテナーですねあの、サービスメッシュで、まあ、コンテナーで環境を として運用するというところもクラウドならですのでこういったソフトウェアドードバランサーというのはです、ね、今後もマルチクラウドで対応していくためにはです、ね、どんどんと重要視されていくような分野になっていくと考えておりますので是適ともです、ね、このソフトウェアドードバランサーというところで1つ NGX プラスというところをです、ね、今日は紹介させていただければと思います。